今日はですね、BTS のバターを、サックスでかっこよく吹く方法、こちらについてシェアハピしようと思います。ウェーイ！ということでね、前回ちょっとダイナマイトの動画とか作ったんですけど、私 BTS 大好きなんで、ちょっとまたね、 BTS のバターをね、ちょっと吹いていこうかなと思います。もう私ここ2、3週間くらい、もう BTS しか音楽聴いてないので、ちょっとなんか頭の中もう BTS の曲しか流れてないんで、ちょっともう BTS しかちょっとなんか吹けないかなみたいなあんなイケメン7人も揃うことってあるんやみたいなこれもね、前編と後編に分けて、前編は、どうやったらああいう BTS みたいに Smooth like butter, cream undercover ってこうなんかかっこいい歌い方ができるかどうかっていうこと、後半はまあじゃあ実際その吹き方で、まあ、吹いたらどうなるかみたいな感じでですね、私吹いてみましたんで、ぜひ聞いていただければと、まあね、前編、まあ、後編もね、ぜひ見ていただければと思います。ではどうぞ。はい、 BTS バラーですね。俺のかっこよく吹く方法についてちょっとまあ説明していこうかなと思います。まず全体はこちら、アルトサックスで言ったら F メジャーのキーですね。 C にフラットがつくキーなんで、そんなに虫の部分ではそんなに難しくないのかなと、思います。この曲のすごい大事なポイントを言うと、音符の長さ、表記してる音符の長さをきっちり守ってほしいんですよね。例えば8分音符とか出てきたら、ちゃんと8分音符での音の長さで吹いてほしいんですよね。音の出だしをきっちり合わすだけじゃなくって、音の長さまでしっかり守って吹くっていうこと、これがね、ちょっとね、一番難しいと思うんですよ、このバターをかっこよく吹くには。ということでね、音符の長さをしっかり守るっていうこと、そしてやっぱりリズムですね。ダッ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 、こうね、リズム乗ってないとほんまにかっこよくないんですよ、この曲。だからなんかもうそう、極端な話ですけど、指ちょっと多少間違っててもなんかリズム合ってたらかっこいいみたいな曲やと思うんですよ、私これ思うんですけど。だからまあそのね、リズムにちゃんと乗るということですね。で、これ私のこのかっこよく吹くなんかこう方法みたいなシリーズあるんですけど、そこでよく言ってる中で、タンキングするとこしないとこはどこなのかっていうのをはっきりさせることとか、ごまかす音はどれかとか、そういうことをまあ言ったりしてるんですけど、この曲に関しては基本的にタンキングをするということをちょっとしっかり念頭に置いていただきたいですね。タンキングしないとやっぱね、ぼやけるんですよ、ふわって。だからまあちょっとその辺をね、ちょっと頑張っていただくということで、はい、じゃあ、行ってみましょう。はい、最初グクの部分ですね。まあちょっと楽譜の見方ということで、ちょっとこういう風に表記しますね。カッコはごまかすとこで、なんかこうふわっとなんか軽く吹くって感じですかね。ちょっと難しいんですけど、大きいとこちっちゃいとこって音こういろいろあると思うんですけど、そのカッコの部分はちょっと音ちっちゃく吹くとまあかっこいいかなみたいな、そんな感じですね。ということで最初ね、グクがね、ムースナイフバルナダダダダってかやってるじゃないですか。めっちゃかっこいいですよね。最初の部分なんですけど、このファー、最初のファーこうシュッシュッファってなってるじゃないですか。これ装飾音符みたいな感じで吹く感じ。歌詞で言ったらスムースのところなんですよ。で、スーのところがファーなんですよ。で、ミーのフラットがムーなんですよ。ここで、グクは、スムースライクバラって歌ってるんです。スムースって歌ってるんですよ。だから、この、ファーは、ほんまにちょっと鳴ってるくらいの感じで吹いてほしいですね。
で次ミのフラットレのところとかこうテヌートついてるじゃないですか。まあその後もテヌートついてると思うんですけど、このテヌートこそが初め言った音符のその長さを守るっていう部分でもあるんですけど、テヌートってそもそも表記されてる音の長さをちゃんと守るみたいな意味を持ったりもするんですけど、八分音符って書いてるじゃないですか。ミ八分九分、レ八分九分ってやってるじゃないですか。このちゃんと八分音符を吹いてほしいですね。これなんか16分音符とかになったりすると、この出だしの部分だけしか気使ってないっていうか、ミレドラってやるんじゃなくて、ちゃんとミレドラってやってほしいですね。カッコ書いてるところあるじゃないですか。ここはこうごまかす感じなんで、アクセントもねちゃんとしっかりつけて。これもね、フォーラーザーってこうキリって歌ってるんでね、そのちょっと思い、そういうのを思い浮かべながら、はい、まあ吹いてください。テテの部分ですね。ここもさっきと同じメロディーラインなんで、ただここ四分九分になってるんで、さっきファー吹いてたんですけど、ここテテのところは四分九分になってるんで、まあ、それだけ守っていただくということで、ちょっと飛ばしましょう。はい。じゃあ次、ジンくんのところですね。ダダ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 もうそういう感じで、プーンってこう、音プーンって飛ぶ感じ、これもうイメージの問題ですけど。まあ、こんな感じですかね。で、もう一回。ザッダーダダダダダダン。で、ドゥルルルルンのここね、ドゥルルルルンのところは、もうちょっとやっぱこう、サビ行くところにこう、向かってグーッとこう、クレッシェンドしていってください。で、ちょっと、ドのところできれば、まあ、ビブラートかけるといい感じかな。という感じで、ちょっと、ここのジン君のところね、していってみましょうか。トゥーのブレイクダウンっていうのは、ちょっと、まあ、吹いてもいいんですけど、まあ、ちょっと、心の中で、ちょっと、唱えてください。サビ!チャラララ、チャララ、チャラ、うん、うん、チャラ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 、のところですね。最初のドは、カッコついてるんで、まあ、適当にって言ったらあれですけど、ちょっと、軽く吹いて、チャララ、チャララ、チャラって、この、なんていうかな、ラミーっていうのをね、ちょっとしっかりこう強調して強弱、デクレッシェンドをつけた方がいいんじゃないかなということで、まあサビの4小節言いましょうか。ダダ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 ね、ここまあ、もうさっき同じ言ったこと大体一緒なんですけど、テヌートちゃんと音を守る、音の長さ守るっていうことと、カッコついてるところは、まあちょっとごまかして吹く。そして、この音の、なんか、音同士のその強弱のバランスをつけてやると、こう、なんかこう、リズミカルな感じに、なるから、まあそれをちょっとやっていただくということですね。で、ダラダラゲンロンのところですね。ここはダラ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 ってこうタラ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 ってあるじゃないですか。この一つの塊の初めの音はしっかり強調すること。ダラ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 はもうラーっ
って、いやーって言ってください。いやーダラダラダラダーンってね。まあ、BTS の歌い方見てたら、もう、そのラーとかはね、ちゃんとしっかり、吹かないといけないなっていうのは分かっていただけるかと思うんですけど。これね、私ね、ちょっとね、なんか、なんだろうな、私、ここ2、3週間くらい、ちょっともう BTS にハマりすぎて、ちょっと BTS の曲しか聴いてないんですけど、なんか、もう過去の BTS のアルバムとかめっちゃ遡ってめっちゃ聴いてるんですけど、なんか、ちょっと発見したんが、BTS って、こういう、ダダッダダッダダッダーっていう、ダダッ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 っていうリズムのメロディーが多いんですよね。なんか。前回やったダイナマイトでもそうやったんですけど、こういうリズムとかあったんですけど、ダダッダダッダダッダー、この、タカッタカッタカッ。これなんやろうなって。これ、まあ、どうなんかな ?BTS だけじゃなくて、K-POP でよくあるリズムなのかな、わからないですが、K-POP は BTS しか聞いてないんでわからないんですけど、韓国語がそうさせるんかもしれないですよね。多分、まあこれ、私の見解ですけどね、韓国語の1ミリもわからないんですけど、なんか、英語って、あーん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 って、いうアクセントの、その使い方みたいなあったりすると思うんですけど、韓国語って多分これ日本語もそうやと思うんですけど、なんか the an the an っていうアクセントのなんかつき方がほぼないんですよね。で韓国語も多分そうやと思うんですよ。頭に文章の頭にだってアクセントつくことが多いんじゃないかなって。もうこれ違ったらもうちょっとほんま顔面も真っ赤なんですけど、だからその、まあ、この曲バターって英語やけど、なんかネイティブではないし、母国語は韓国語やし、だからこういうタラッ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 っていうリズムが生まれてくるのかな、知らんけどわかんないですけど、まあ、ちょっとはい、ちょっとじゃあそのサビのね部分ちょっとこんな感じです。はい、じゃあ次。ね、ちょっと感想のところも、吹くことにしまして、これね、感想の部分をね、吹こうという発想の人あんまいないんじゃないかな。感想の部分っていうのは、あれ何の音なんかな?ギターっぽい、シンセっぽい音で、うん、じゃじゃ、じゃ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 じゃじゃららら、じゃら、じゃららじゃららってなってるところで、まあバターのミュージックビデオでは一人一人がこのエレベーターの中でめっちゃ踊ってる、もう超かっこいい場面があるんですけど、そこの部分ですね。ファソレファソラソファファソレファソレミレド、最後レミレド、このレはちゃんと強調するアクセントつけてレってこう はっきり言うんですけど、ミレちょっとこうぼやかすっていうかね、これはっきり全部吹いてしまうとなんかあんまかっこよくないですよね。こういう感じで、って感じです。で次、もう一回ファソレファソラソファ、うん、ファソレミレドドラ、わからないですけど、まあちょっと一応載せときました。はい、まあそんな感じです。はい、ということでこんな感じでね、バターをこう紐解いていったわけですけれども、まあいかがでしたでしょうか。次回はバターを
まあ、まあちょっと私なりに吹いてみ見たあの動画もちょっとあげようと思ってるんで、まあ今回言ったここをこうした方がいいっていう、まあ、注意点も踏まえながらノリノリで吹いてみようかなと思います。はい、では、今日はこれで終わりです。この動画が面白い役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。うおー。